こんにちは、チョメです。新しい冒険、スフィンクスクラブへようこそをやっていきます。スフィンクスクラブへようこそは6年目でね、開放されております。スフィンクスクラブへ行く。ここに部屋があるみたいですね。西の塔の上のところ。部屋。なんかレベルアップしそうで怖いんだけど。いろいろ結構左下で貯めてるんだよね。スフィンクスクラブへ入りました。レベルアップしたこの、なんて言うんだろう、絵とかいろいろ出てくるんだよね。で、今人とかもこんな感じ。レベルが上がったらどんどん増えていきます。最初はね、誰もいません。スフィンクスクラブは新しい呪文を開発するのにぴったりな場所よ。こういうのもいろいろなんか出てくるみたいですね。あんたの頭でこのクラブについていけるの？ゲームズ？イスメルダをタップすればいいのか。ベンもいる。フィルトイック先生に呪文の実績の本を貸してもらったんだ。ずっと勉強してる人もおるね。じゃあやっていこっか。ゲームズ、あんたもスフィンクスクラブに招待されたのね。よかった。よかった？君らしくないな、イスメルダ。体の調子でも悪いのか？こういう排他的なクラブの部屋に招待されたから、ちょっと気分が良くなったのかもしれないわ。クラブなんだから、多分綺麗な部屋でおしゃべりする以上の活動もあると思うよ。そりゃそうよ。上級の魔法使いや魔女と一緒に勉強ができるもの。なかなかいい特権だと思うわ。どんな知識を持っているにせよ、それを分けてもらえれば、他の勉強にも役立つなもの。スフィンクスクラブは確か、天文学、妖精の呪文学、魔法史に特化してるんだよな。変身術も忘れちゃダメよ。それも不可欠なスキルよ。実は私、変身術をかなり勉強してるの。すごく興味深いのよ。うん、そうだな。変身術を使えるようになると、いろんな可能性が広がるもんな。私は姉さんの手を足に変えたいの。どうしてそんなことをしたいんだ？私のパフスキンをピンクにした仕返しはそれしかないって思うのよ。かわいいね、なんか。ピンク色にされたパフスキンってもっといい仕返しの方法があると思うんだけど。スフィンクスクラブのメンバーになればどうするべきか見えてくると思ってるの。いたずらを仕掛けるなら楽しいと思うな。クラブに所属したら他にどんな利点があると思う？さあやっていきましょう。スフィンクスクラブ考えている人、正面からタップしよう。ドラゴンクラブは凄腕の決闘士が集まってるって聞いたよ。他のクラブも紹介してる。ヒッポグリフのメンバーに髪を先立てる薬を作ってもらって、それを姉さんに使おうかしら。私はヒッポグリフに入ってます。ペンとかはどこに入ってるんだろう。イスメルダは憎いことを考えてる時だけ楽しそうだよね。嬉しそうか。左もなんかタップできそうだな。星1で放置しても大丈夫みたいだね。ヒッポグリフのクラブのメンバーは魔法薬でいたずらをするんだろうな。ペニーとかも多分いると思うね。ヒッポグリフは闇の印を作ろうかしら。そしたら姉さんに私の能力を見せつけられるもん。お、メルーラとかいる。メルーラはどこなんだろう。大きなことを経過してるの、ゲームズ。そのうちわかるわね。もう左はいけない。じゃあイスメルダとチョメをどんどんタップしていく感じか。大好きな科目をスフィンクスクラブで勉強してもっと優秀になってやるの。考えよう。クリヌスムートを使えば姉さんの髪の色を変えられるよ。ドラゴンクラブにもヒッポグリフクラブにも招待してもらえなかったわ。後で呼んでもらえるかもね。どうなんだろう。ドラゴンクラブのいたずらは多分呪い関連でしょうね。グループになったらまあここでストップとかでも OK だね。マクゴナガル先生は姉さんに変身術を使うことを許してくれないのよ。今回は星をね、5個ゲットしました。ドラゴンクラブにもヒッポグリフにも特化した科目があるんだけど、私がやりたいものじゃないの。スフィンクスクラブが君が魔女として持っている強みに一番合ってるみたいだな。まあ当然よね。スフィンクスクラブは伝統的に学術的に生徒が入るクラブだから。それにいたずらに応用できる可能性も無限だわ。変身術は特にな。姉さんをマートラップに変身させられないのは残念だわ。マートラップみたいな性格してるのに。私は自分をバチリスクに変えたい。自己変身術は複雑なんじゃないのか。お、メルラー来た。そんなこと言うなんて相変わらず知識は浅いわね、ゲームズ。どういう意味だよ。マコガナガル先生が一番難しい変身術だって言ってたんだぞ。自分たちだけでも練習するなとかも言ってた。ゲームズの言う通りよ、メルラ。人間の変身術は失敗したら大惨事になり得るわよ。だからこそ面白いんだけどね。私は自己全身変身術をずっと勉強してるわ。危険じゃないのか。私にはできないと思ってるわね、ゲームズ。君ならできるよ。うん、できないと思う。これちょっと挑発してみるか。もちろんできないと思ってるよ。自己変身術なんて君には難しすぎる。
難しすぎないし、やってのけるわよ。今に見てなさい、ゲームズ。すぐに自己全身変身術をマスターしてやるんだから、私がホグワーツで最強の魔女だってことをみんなに思い知らせてやるわ。ついて行った方がいいかな。 A、 失敗したら思いっきり笑ってやりたいもの。メルーラと話す。メルーラは中庭にあるわ。会いに来て。やっていこう。中庭にやってきました。ドラゴンクラブに何が必要か知ってるか。ドラゴンだよ。名前だけで入りそうだな、チャーリーは。ダンブルドア先生にお気に入りの噛みつきフリスビーを没収されたの。スフィンクスクラブを楽しんでる、チョメ。いや、私はペニーと同じヒッポグリフだよ。マコゴナガル先生がいるね。まだ自己全身変身図を勉強してるのか、メルーラ。当たり前でしょ。やめさせようとしたって無駄よ。スフィンクスクラブの皆をあっと驚かせたいなら、そういう方法も確かにあるよね。あっと驚かせるなんて生ぬるいわ。私はクラブの全員に私の凄さを見せつけてやるつもりなのよ。心配じゃないのか。自己変身術が失敗に終わるかもしれないんだぞ。私には能力があるから大丈夫よ。お、来た来た。3人とも自己変身術について話してるのですか。メルーラがやりたいって言ってるんです。話すこと自体はスフィンクスクラブの規則違反にならないですよね。話し合いは強く推奨されていますが、自己変身術を実際に行うのはまた別の話です。でも先生、私はもう1年生じゃないんです。私が自分の可能性を試して羽ばたいていこうとしてるのに、規則があるせいで羽ばたけなくなるって思いませんか。ミススナイド、規則のせいであなたが羽ばたけないことを全く言うつもりはありません。自己全身変身術を試みるとどうなるのか説明しましょうか。でも私一応鷹になれるけどね。マコゴナガル先生の話を聞く。星3個で合格3時間やっていきましょう。ではやっていきましょうか。自己変身術を試みようとしているのは私だけじゃないわよ、メルーラ。規則に拒まれてるなら変身術をマスターするなんて無理じゃないですか。お、この石像みたいなのもタップできる。自分自身を物体に変身させたらどうなるんだろう。そのまま動けなくなっちゃうのかな。不完全な変身術はおぞましく痛々しい結果をもたらします。なんか想像しただけで痛くなってきた。人間の変身術はとても複雑なのです。動物もどきはどうなの。それも人間の変身術の一種よね。そう、私も気になってた。どうなんだろうね。それは変身後の姿から戻れなくなるって可能性はあるんですか。私は理由があってスフィンクスクラブに入ったの。自己全身変身術をマスターするためよ。自己変身術は正しくやればすごく役に立つ。まあ、いつか失敗するリスクもあるかもしれんよ。自己変身術を試めようとしてるのは、あ、ループになったね。じゃあね、どんどんやっておこう。言葉を話せない姿に変身した場合は元の姿に戻ることはできません。喋れないからか、他の人に直してもらうってことはできないのかな。なんか今怖いよね、すごく。じゃあこれで放置しとこうかな。星3になったと思うから。あ、もうちょっとか。これで OK かな。はい。3時間が経過したらこんな感じに、お久しぶりですって出ます。星3個で合格だったので、これで OK です。自己全身変身術のことを聞いて、僕が思ってたよりもずっと危険なものだってことが分かりました。だからこそ、イモリの生徒でも自分たちだけで試みてはいけないのです。スフィンクスクラブは安全な環境であなたたちの技術を上達させられる特別な場所ですが、誰か一人でも自己全身変身術を練習していると分かった時にはスフィンクスクラブを解散させざるを得ません。いいですね。はい先生。服着替えてきました。あと髪型もね。よろしい。それでは失礼します。なんか他の二つもいろいろやっていくんだろうねってことらしいよ。だから何よ、それでも私はやるわよ。マコゴナガルが言ってたじゃない。スフィンクスクラブを解散させられるわよ。それはバレた時の話よ。成功させれば確かに周りから一目置かれるようになるけど、何か一つでもミスしたら全員の怒りを目が私たちに向くのよ。破るべき規則だってあるの。私くらい才能があるなら避けて通れない道よ。危険すぎるけどね。まあ正直さっきはちょっと頑張れって言ったけど危険すぎるよ、メルーラ。スフィンクスクラブの皆に認めたいのはわかるけど、他にもっといい方法があると思う。向上心がないわね。私というお手本がいて、あんたたち二人は幸せ者よ。どうしてこんな大技を一人でやってのけられると思うの？とりあえず、まずは自己変身術について調べるのが先じゃないかな。それについて読むのは規則違反じゃないものね。わかったわよ。あなたのやり方に付き合ってやるわ、ゲームズ。図書館行く感じなのかな？よかった。それじゃあ図書館で合流しよう。当たってた。
まあ、そこぐらいしかないもんね、勉強する場所って言ったらね。図書館に行く。急いで来て、ゲームズ。イスメルダと一緒に図書館で待ってるわ。一緒に行こうよ、みんなで。図書館にやってきました。魔法使いのソネットを読んでるんだ。なかなかいいよ。幻の動物とその生息地にはもっと写真が必要だよな。右にもなんか誰かいるからタップしよう。私の図書館でおしゃべりするならひそひそ声でしてください。いや、そこはしないでくださいじゃないのかな。じゃあ、メルラ、タップしよう。なんか合ってるね、私服。変身術の本を何冊か持ってきたわ。自己全身変身術は複雑だ。上級の本から読み始めよう。靴が結構独特的だったね、今見たら。上級変身術も用意したわ。それって変身術の教科書じゃないのか？そうよ、だからそれはもう読んだわ。マダムピースにおすすめを聞くのもいいかも。そんなことしたらマコゴナガル先生に言いつけられるかもしれないわよ。そんなリスクは負えないわ。こんなこと話してる時間が無駄だわ。とりあえず自己全身変身術について書かれてる本をちょうだい。君が何に変身したいかを教えてくれたら調べやすくなるかもな。それを聞いても一緒に調べるって約束してくれるなら教えるわ。動物もどきちゃったらダメなのかね。私できるけど。自己変身術を勉強する1時間星3個で合格やっていきましょう。まあこれね、星3個で放置でもいいからね、気楽だけどね。キルケは島に住んでて、キルケっていうのがあるんだ。あんたたち2人をデザスクイムシに変身させてやろうかしら。いやだいやだ、あれはやめてくれ。エメリックスイッチが人間の変身術について本を書いたのかな。ちょっと怖いよね、危険だよな。変身術を使う前にどんな事前処置を取っておくべきかな。マコゴナガルにこのことがバレたらスフィンクスクラブ全体が罰せられるわ。私怖くてできないな、マジで。闇の帝王なら自分自身を変身させられたでしょうね。あんたたちが何も言わなければマコゴナガルにバレることはないわ。変身術をかけられたマチア魔法使いは変身後も魔法を使えるのかな。そうだよね、そっちも気になるよね。相手にかける方、私ならすごく綺麗な雷神鳥になれると思うわ。あ、それになりたいのか、メルラは。この力強い雷神鳥を見て、たくさん翼が生えている恐ろしい獣よね。なるほど。私が最強だってことを証明するのに、誰の助けも必要ないわ。私自身がもう分かってるもの。この本も調べたかった。さっきからタップできなかった。クインターペットは、もともとは変身術をかけられた人間だったらしいぞ。何？そうなんだ。はい、以上でございます。まあ、サクッと終わりましたね。ループもせず。はい、ゲットします。私は雷神鳥に変身したいの。最初はもっとシンプルなものから始めた方がいいんじゃないか。どうしてそんなことをしなきゃいけないの。マコゴナガル先生は自己全身変身術の危険性を話してくれた時、包丁なんてしなかったぞ。思ってたよりもずっと複雑な魔法なんだぞ。なんか喋れる人になった方がいいよな。あんたにってことはでしょ、ゲームズ。誰にとってもよ、やめた方がいいわよ。本にだってそう書いてあるわ。最初は面白そうだからやりたいって言ってるのかと思ってたけど、これは冗談じゃ済まされないわ。なんか他のクラスメートに変身してみるとかにした方がいいんじゃないの。最初はどうなんだろう。何よ、私は危険なんかへっちゃらよ。っていうかそんなことどうでもいいのよ。マコゴナガルにバレたらスフィンクスクラブは解散させられるわ。そうなったら誰かに認めてもらうところじゃないわよ。イスメルダはスフィンクスクラブがすごく大事みたいですね。イスメルダの言う通りだよ、メルーラ。じゃあ何？これじゃあスフィンクスクラブのメンバーは認めてくれないっていうの？解散の原因になるなら無理。こういうのを見たがっていると思う。いやー無理だろう。みんなクラブ大事だろう。スフィンクスクラブが解散に追い込まれるようにことになったら誰にも認めてもらえないよ。みんながどんな目に遭わされるのかを考えるんだ。君の身の安全だけじゃない。クラブメンバー全員のことを考えないと。やっぱりやめるように説得しにかかったわね、ゲームズ。私くらい有能な魔女でいることがどういうことなのか、あんたには所詮わからないのよ。成功したらスフィンクスクラブのメンバー全員に私がホグワーツで最強の魔女だってことを見せつけてやられるわ。スフィンクスクラブの部屋で落ち合いましょう。みんなに私の自己全身変身術を見せてやるわ。多分最初だから失敗するんだろうな。何になるんだろう。そしてメルーラを直していくって感じの過程かな。自己全身変身術を見せてやるわよ。スフィンクスクラブの部屋まで来て何になるんだろう。気になるから行こう。さあ最後ですね。課題セット4分の1。変身術のトラブルって書いてあるからもう絶対トラブルよ。メルーラは何かしようとしてるのか。
ベンは今日はドラゴンクラブのことで忙しいんだって。あ、複数入ってるってこと？変身術は難しい科目よ。だから楽しんでいいんだけどね。まあ、確かに私も複数やってる。じゃあやっていくか。右の子も気になったけど。全員集まったと思うよ、メルーラ。やっとね、私が自己変身術をマスターしたことを証明してあげるわ。私が変身するのは、来身長よ。やめた方がいいわよ。僕もそう思うよ、イスメルダ。自己変身術は危険すぎる。喋れるのかな、そもそも。あんたたちって本当に臆病ね。そこで静かに見ていなさい。まあ、気になるけどね、どんな感じか。来身長に変身して、私がホグワーツで最強の魔女だってことを証明してみせるわ。あ、これでやっていく感じか。メルーラの話を聞く。星5個で合格。3時間やっていきましょう。タップしていきましょうか。集中しましょう。私が動物もどきになったら来身長になるわね。絶対そうよ。なんか、どんどんできるもんね。変身ってメルーラが思うほどいいものじゃないんだけど。キアラ。あ、まあ、確かにキアラからしたらそうだな。メルーラって、先走るときはあるよな。来身長はすごく綺麗なのよ。早く見てみたいな、でも。本当に変身するのか、それとも結局は口だけなのか。めっちゃ変なのになりそうだけどね。メルーラ、これで失敗したら全部あんたのせいだからね。イスメルダがなんか敵みたいになってる。来身長って巨大じゃないのか。スフィンクスクラブの部屋に収まりきらないかもしれないぞ。私もそう思ってるんだけど、ホークスみたいにちっちゃいのかな。魔法がながら先生にバレたら私たち全員が罰せられるわ。集まってるしね。来身長になったら私は空を舞いながら嵐を起こすわ。怖い怖い。変身した私も元の私と同じぐらい強い力よ。で、これで星を5個ゲットしました。準備はいいか、メルーラ？もちろん、見てなさい。さあ、いよいよなります。右の人が昨日、おー、びっくりした。あー、やっちゃった。メルーラ？レタスクイムシになっちゃった。しかも巨大だ。来身長に変身するって言ってたのに、レタスクイムシに変身してるぞ。なんでだろうね。失敗だわ。だから言ったのに。元の姿に戻るんだ、メルーラ。喋れないからな。と思ったけど、もしかして戻れないのか？予想が当たった。これを戻すために頑張らないといけない。笑ってるよ、後ろの人。最悪だぜ、あいつ。マクゴーナガルにこのことがバレたらスフィンクスクラブを解散させられるわ。バディアの隣のやつめっちゃムカつくんだけど。笑ってるぞ、マジで。そうなったらスフィンクスクラブの部屋に来れなくなる。メルーラを元に戻すわよ、チョメ。メルーラとスフィンクスクラブのためにもやるしかないわ。メルーラを助けてあげないと。クラブを存続させるなら。いや、これはもうね、人として助けてあげよう。メルーラを助けてあげないと、レタスクイムシの姿でいるなんてすごく嫌だと思う。私なら絶対嫌ね。レタスクイムシの姿で一生過ごすなんて誰だろうと、それはひどすぎるよな。まあ、そういう報いを受けて当然って人は何人か思いつくわ。魔法道具の部屋でお茶を、メルーラを元の姿に戻してスフィンクスクラブを救うぞ。あくまでもスフィンクスクラブを救うになってるのか。パート1を完了ゲット。パート2、スフィンクスクラブへようこそ。お次回やっていきますね。メルーラを助ける。メルーラにあげるレタスをくすねてるの。後で会いましょう。次回予告だけ見ましょうかね。こんな感じ。4時間待ちになります。次はね。